添えてきちゃったの。なんか作ったじゃん。うん。あ、自分で？うん。なんか自分一人で作るの。じゃあ、俺も食べるから作って。足りないから。うん。なんか作ってないじゃん。ん？なんか作って。何作ってって。パスタ。足りないのそれね。うん。嘘でしょ。本当。マジで言ってる。マジで言ってる。足りるだろ。足りるよね。パスタちょうだい。足りる。パスタが食べたいの。うん。もうね、サーモンが一番好き。そうですよ。だってそれに2つあるよ。全然足りない。2つご飯が入ってるから。ちょっとでしょ。肉は取ってないよ。うん。スパゲティ作れないの。美味しいわなって。スパゲティ作ったことあるじゃんってミートソースみたいな。なんか作れないの。材料がないかも冷蔵庫。材料がない。あと残ってんだってネギぐらいだよ。ネギと見た。汚らまじね。ネギと納豆ぐらいだもん。ネギと納豆。汚いマジで。気持ち悪い。食べない。お前も捨てるよな。食べれない。私食べようじゃん。食べて。これは僕はもう一個。あ、そっか。いいのもらった。そんなにこっちでいいの？こっち。おかわり。ん？おかわり。おかわりないってだかん。なんかレトルトみたいな。なん。何が食べたいの？スパゲッティ。もう12時過ぎるよ。じゃあ我慢する？我慢してもいいよ。まあ5割ぐらいかな。お腹の具合？うん。これ結構量があるやつ2個入ってんだよ。だって俺大食いなんだもん。仕方ないじゃん。で我慢する。7、8分目ぐらいがいいんじゃないの？うん、じゃあ我慢するね。ペヤングあるよ。昨日も食べた。激辛あるよ。激辛なんか食いたくない。スパゲティが良かったけどね。スパゲティ好きだから。うん。何のお茶入れてる？なあちゃん、お茶ない？冷たい、うん、水か。お茶？うん。あ、これ冷たいのない。普通の水ある。普通の水で俺。氷ない？氷ない。うちないか。ぬるいのでいいの？うん？ぬるいので仕方ないじゃん。まだ下げないで飲んでるの。飲むのこれ。味噌汁食べてるじゃん今、うん、ウインナーパスタは何それ。知らん。コメントに。ナポリタンってこと。できる。自分で作れよ。お前もじゃあステーキ丼作れよ。じゃあだって今肉食べたからウインナー入れなくてもよくない？いや、ウインナーないと肉汁が出ないじゃん。動物性がないと、スパゲティだって焼きそばだって肉入れないと美味しくない。ペペロンチーノ作れる？あ、てか和風パスタじゃないじゃん。ツナ缶あるんだから。ペペロンチーノ。トマトソースはあるかも。ペペロンチーノいける？トマトソースある？トマトソースでウインナーに。いいじゃん。いける？ツナ乗せてよ。ツナでいいんじゃない？いや、コマヤもう食わないから。
小食だから。ツナと。うん、ツナ普通にパスタの上に乗ってる。自分で作ってみんな、たまに。俺作ってるよ、俺自炊。知ってるけど、ここで作ってみればって。たまには人のご飯食べたいんだ、俺。いつも自分で作ってね。マリオこいつ。マリオと食べてるんだって。これ愛情感じるんだよ。たまにね。女のご飯食べる。一平ちゃんとかどん兵衛あるよ。いいじゃん。寂しいやつなんだよ、俺は。一平ちゃんとか。じゃあ、両方。両方、うん、やめといたんじゃない、病気になっちゃう。病気だもん。もう病気だもん。じゃあ腹8分目の方がいいって、うん。病気なんだよ、俺。病気になっちゃうよ。よく太んないよね、それでね。うん、あ、お菓子は、お菓子は嫌い、基本的に。お菓子食べないの。お菓子食べない。でもインスタント麺もお菓子と一緒だからな。まあいいかな。そうだよ。うん、いいの、もう下げてん。うん、ごちそうさま。何気持ち悪いの？うるせえ。気持ち悪いの？なんか下手に食べちゃったから、私お腹すいて。火ついちゃうでしょ。俺もそういう感じなのじゃん。もう今ね、胃に火がついてる。一口二口食べちゃったからね。うん、もう全開だね、ほんと。くんにだけして、今チンコ入れれないみたいになってる。うん。時間が経つと慣れるじゃん。でも今はまだ、ギンギンだよね、もう。今日は何、デロマンコマツコーニーの男が帰んの？ギンギン状態。うん。で、これで我慢させられると一番きついよね。デロマンハウスの帰り、今日。うん？いや、わからん。とりあえず、うん、あの、狛江んち行って、まあ、狛江んち泊まるか、まあ、俺は帰るか、だね。あそこでも狭くない？狭いよ。男の子二人だとさ、うん、結構狭いよね。うん、ただ心配しなくていい、泊まることはないから。ん、ここの家に泊まることはない。だから寂しいだろうけど我慢しな。俺はいなくなる。ここには泊まんないのね。ん、泊まってほしいの？なんか下僕みたいな。ちょっとそんな無理してダメ。ティッシュあるよ、そこに。ゲボ入ったんだけど。いや、汚っ。やばい。お前、お前。ね、泊まってほしいの、もしかして。何が？泊まってほしいの、俺たちに。いやいやいや。もしかして。いや、私ももう寝るからね。寂しいの？寂しくはないよ。寂しくはない。泊まってもいいかなぐらい。うん、どっちでもいいかなぐらい。もういいの？いや、食べるよ。まだ。どっちでもいいかなぐらい。ん、何だって？どっちでもいいかなぐらい、泊まろうが泊まる前が優柔不断だよね。泊まったって何もやることないもんだって。やることないって、ここで配信してたらなんとかなる。やることなくていい。ノワンコンとなんかやりたいことあるもんな。やりたいことない？じゃあ帰るよ。狛江とはあるの？まあ、とっともとっこいない。うん、じゃあ帰ろうよ。桃鉄はいい？桃鉄決定戦やらなくて。やだよ、本当に今かな。ほんと？寝ろよ、もう片付けして。桃鉄何時間やるんだって？いや、2時間とかじゃない。うん、前何時間やったっけ、桃鉄？いや、あれも2時間ぐらいだよね。で、結構盛り上がってるね。俺が、うん、チート使ったからあれだけどね。うん、10年対決だね。ジロワン君ずるいのもなんかチート技みたいな。だからダビングカード使わないよ。封印してやるよ。だってゲームしててもずるい手。ずるい手っつうか、何でもありなんだよ。ゲームでも何でも。分かったわ。ね？勝てばいいんだよ。そういうとこガキだよ。何がガキだって。いや、ゲームで使える機能を使って、なんでずるいとか言われなきゃいけないの。そうでしょ、うん、これカード知識知らないやつが知らないだけじゃんね。この物件のあの物件を買うとある武将ができるとかっていうのは知識があるから、それでずるいって言われてもね、困るよね。ああ、
お前米ついてるぞ。汚ねえな。出よ。ティッシュはそこから出てるの、藤沢んちは。目の前から。覚えとけ。俺はもう配信見ながらわかるんだ。こう手を差し伸べるでしょ。ここにティッシュがあるだろうって覚えてる。うん。知ってる？ここから出てるんだよ。なやちゃん、風呂入っていいか？え？風呂。いいよ。ゆめき来るから、はい。ゆめきがね、で、12時過ぎたら電話出るんじゃない、やっと。あと20分だね。うん、入るよ。狙ってくるからね。今日は来ないけど、12時過ぎたら分からんで。まあホテルとては来ないけど、明日だね。うん、12時過ぎたら電話するって言ってた。電話来るんじゃない。うん、明日来るかもでしょ。だからまあ本音を聞いてね、まあ奈々ちゃんがどう答えるか、それ次第だよ。この警備隊に言いますと、うん、で警備隊2日目も出動しないといけないことになるかも。こればっかりは電話で決まる。でこの指揮は全て俺が取らせてもらう。妥協はありますかそこに。ん？妥協は一切ない。うん、うん、完全にやらしてもらうね。おい、これ持ってきたで。何？スマブラ。私、うちあるし、それ。あんの？あるよ。じゃあこれ俺持ってきたで。何？プロコン。それはない。それ何？正規品？やるんなら奈々ちゃんに設定してもらわなきゃいけないから。うちゲームできないよ。大変でしょ？なんでできないの？あれカラオケとかもスイッチじゃないの？なんでできないの？ちゃうのあれ。何が？カラオケもスイッチのアプリじゃないのあれ。で、に、あれ壊れちゃったんだよ、線が。え？キャプチャ、ここの画面につなげる線がないんだよ、今。ってことは、ゲームできないってこと？画面、モニターがないとできないの。何？キャプチャーボードが壊れたってこと？線が。違う、あの、HDMI。HDMI の線が壊れたとこ。うん、どうやってつなげるかな。カラオケしてたじゃん今日。カラオケは YouTube で。あ、 YouTube でやってたの。うん、それ用意するのがめんどくさいからでしょ。嘘ついてるよね。嘘ついてないよ。嘘ついてない。うん、じゃあしょうがないな。お前我慢しな、ゲーム。最近私ゲーム配信してないでしょ。うん、だからスイッチ持ってくればよかった。スイッチはあるんだけど、うん、線がないの。モニターにつなぐ線がないんでしょ。ああ、そういうことか。それが断線っていうか接続ができない。接触が悪い。試してみたら。何回やってもダメ。うん、ダメか。真っ暗。真っ暗、うん、コンビニ売ってるの。マイクのチラタンできんの。あれ、ちょっとできる。マイクの家でやるべきだ。キャプチャーボードがないで、ね、キャプチャーする必要ないんだ。違う、外カメでやればいいじゃん、ツイキャスで。ツイキャスでやるの。それはそうです。フワッチできないんだから。え、フワッチゲーム配信できるようになってるね。いや、だからスマブラはできるわ。じゃあなんかできるようになってるね。なんか、うん、対応ソフトスプラトゥーンだっけ。あ、スプラトゥーンだけできんのとか、マリカーとかね。桃鉄できないからね。うん、水素ちゃんが狛江とホテルに行ったのは本当って言ってたぞ。そうなの、うん、だって狛江くん電話して。電話してって電話番号なんか知らねえよ。うん、
ってません。じゃあ水素ちゃんが嘘ついてるんだ。マジか、嘘つきなんだね水素ちゃん。私には何も言ってなかったね、この間会った時に。言ってないのかな。だから今コラボしてるんじゃないの。誰と誰と誰とってしてたじゃん。ん、知ってたで。今日でコメントであったじゃん、コラボしてる。よく詳しいね。コメントで流れてた。はい、キリスト君とコラボ中だ。流れてた、コメントで。そうです、何回も流れてたけど全然見てないわ。全然見てない。あれ、ゼロワンコワンイベントは出てないの。出てないよ。うん、あ、そうなの。うん、いや出てたら来ないよね。ああ、一人でやっていいよね。うん、マリオ君はどこにいんの。家にいるよ、女連れ込んでる。嘘でしょ。うん、それありなの。ありだよ。優しいね。なんでなしなの。俺がいない時女連れ込んだりとか、たまにね、遊びに行ってるよ。女いるの。わからん、わからん、わからんけど、リスナーも増えてるからね。へぇ、うん、すごいね。うん、それはね、好みってあるからね。ゼロワン君のおかげじゃん。いや、それは分からんけど、うん、でも7年彼女がいないし、去年マリオね、1年でエッチ1回しかしてないんだよ、うん、7年間で。いや、去年1年で。で、それプロとしかしてないっていうから、うん、まあ、できた彼女作ってあげたいんだよ。できるといいなと思う。理想だよね。うん、でもね、ああいうタイプ好きな。理想が高いから。あの顔で。うん、広瀬すずとか無理だろ、ロリコンだから明らかに無理。できないんだよ広瀬すずは。無理だよ、どこかに。いやいやいや、だから彼氏で彼女できない人って理想高いと思うよ、すごく。うん、だからできないんだよ。ゼロワン君の手から離れたのあれなのか、取り合いになるのか誰を。マリオ君。なんで。あ、マミちゃんにね、よかったらお願いしますね、無理相手もね。今、うん、ゼロワン君が後ろにいるから手出しにくいってのあんだよね、女の犯人。いや、それはないでしょ。うん、ないの。だって死ぬまでついてくるっつってるから俺にね。あの横浜の花火大会からだよね。いや、その前からトツ来てるんだよ。あ、そうなんだ。うん、しつこいぐらいね。で、相手してなかったんだ、初め何しに来たのって。うん、で、相手にしてなかったけど、それでもずっと来るからね。どういうとこ気に入ったの。ゼロマンって忠誠心。あ、もう裏切らないんだ。うん、って思ってるよ。それは大事ね。うん、しかも会社でしょ。うん、その配信の能力じゃなくて忠誠心が一番大事でしょ。コロナになった時にすごかったもんね。うん、買い物行って出たいとかね。そうそう、しかも年上だけどね。うん、あ、そっか。うん、さ、あ、私と同い年だっけ、あの人。今年40だよね。同い年の。同い年。普通できる俺みたいな生意気なやつに。できないよね。できないってできない。うん、そういうところかな。そういうところが人にはないなと思った。もう2ヶ月ぐらい住んでんじゃないの。うん、で、ちゃんと仕事もこなしてるよ。おー、うん、仕事は何さしてるの。グッズ販売売れてんの。売れてる。ゼロワングッズ。うん、で、いろんなグッズも展開してるよ今。何売ってる、うん、スウェットと、あの、プロフィール見てください、リスナーさん。あ、ここで見れるの。プロフィール、僕のふわっちのプロフィールね。うん、あ、これウェブグッズ販売ってやつ。そう、うん、あ、専用アカウントがあるんだ。そうそう、うん、それを全部管理してるから。この T シャツはちょっと大変じゃないの。何を言ってるの。これあのさ、ゼロワンってやつ。え、あの営業妨害やめてね、ほんと。なんかフォントがダサい。営業妨害やめてくれる。前のスウェットのフォントの方が良かったな。あ、そうそう、この筆文字みたいな。パーカーの。うん、こっちの方がいいと思うよ、T シャツの、うん、でもそれ背番号だしね、可愛いでしょ。可
愛いっちゃ可愛いけど、ゼロレスは背中にね刻むんだよ。これみんな着るの家とかね。うん、着るか記念に使うかなんかわからんで、それは。うん、ワンコマイクもう送ってあげてよ。うん、じゃあ待って、あと10分、ゆめきとの電話決着つけないと。最終決戦、それ最終決戦っていうか、どうしたいのか、あいつがね。出ないんじゃない、これ出ないパターンだと思うよ。いや、12時終わったら電話するって言ってるらしいから。ほんとね。うん、私はなんかみんないると出ないような気がするのか。俺がいないと。うん、何、じゃあみんなそれ聞かなくていいもん。お仕事終わり、待っとっか、10分待っとっか。うん、警備、警備隊終わってかかってくるかどうかでしょ。うん、でもイベント終わったらありがとう配信もしなきゃいけないやん。いや、ありがとう配信っていうかわからんけど、12時ぴったりにはかかってこないんでないの。終わる人は終わるよ、イベント終わったら。配信すぐ、配信すぐ切ってね。もう俺はあんま言わない人もいるよ、ふわっちは。ロワン君あんまりそこでタバコ吸わないでほしいね、機材あるかも。自分も吸ってないの。アイコスはいいけど、だって機材にカメラとか。アイコス貸してね。うん、俺いいよいいよ、今はいいけど。司令部にいないと、俺が司令部にいないとことが回っていかないから。いいよ、あそこで座ってもいいけど。タバコやめてってことでしょ。いいよ、それは。空気清浄機を強くしたらうるさくなっちゃうでしょ、バーって。別にタバコぐらい我慢できるから。うん、一番 大事な目的っていうのは警備。ほら、もう紫色になっちゃう。極端に汚れてるんだ。極端に汚れてる。じゃあこれそうね、やめるわ。それでいい。空気がすごい。家のルールは守るよ。家のルールは。うん、止まらないでしょ。入荷を阻止するのに自分らが入荷しちゃったら意味ないじゃん。おかしいでしょ。確かに。うん、それただなんか自分らが入荷したいだけじゃん。おかしいでしょ。そういうことで、ね、うん、趣旨がずれちゃうから。そういう風になってるよね、今ね。うん、そういう風になっちゃうから、うん、ちゃんと帰ると。うん、で帰るタイミングが12時。夜中までわちゃわちゃしないってこと。明日来そうなら明日も警備。うん、突撃晩ご飯、ツイッター見てください。ステーキ丼ね。え、ツイッターに載せてくれたの。載せるよ、当たり前じゃん。あ、もう載ってんの。うん、電話は12時ね。載ってないじゃん。載ってるよ、ツイートしたよね。お前ペペロンチーノしか載ってない。嘘でしょ。ツイートしたよ。あ、これ美味しそうね、コマイくんのやつも。うまかったね。ツイート送信します。今送信したわ。今送信した。送信し忘れてたの。うん、今送信した。美味しそうでしょ。これコマイペペロンチーノいいな。これ作ってあげるわ。ネチョネチョだけどね。ネチョネチョ。うん、あの、ゆで汁使うんだよ。入荷しすぎってこと？うん、入荷のやつを使うから。このホテルにいるらしい。ホテル特定したよ。え？川崎にいるね。やっぱり。うん、川崎のアパホテルにいる。え？川崎のアパホテルにいる。アパだの。うん、アパだね。あ、お花見宴会ありがとう。じゃあバリアンが取れなかったんだな。バリアンは配信できないとか言って。ラブホだもんね。うん、でもできるけどね、バリアン。私何回もやってるけど。うん、大丈夫だよ。でもね、頑固だからリスナーができるよって言っても信じないんだよ。ああ、うん、イベント中だしね。うん、信じないの。
アパホテルの中でやってんの？じゃないの、イベント、うん、最終日ね。で、現在5位ですね。で、2位になったら沖縄行くって言ってるけど。何この髪の色。5位。ちょっとなんでピンク色になってんのこれ。うん、ヨギママに憧れてるらしい。あれみたいじゃなんだっけ、カネチカじゃなくてなんだっけ、ヨギママ髪の色やばい、うん、ね、臭いで。ゼロ番の枠なのに赤出しが少ない。ゼロリス天候だ。奈々ちゃん、俺これ専用のやつあるんだよ、交換音。それ何、誰の声それ。俺の声、専用の。ゼロリス天候だ。運営が専用のやつ作ってくれたんだよ。それね、ずっと使えんの。そうだよ。私もらえないの。もらえない。うん。ええー。キャス主はもらえないし。すごいね、それ。うん、すごいっしょ。ゲロリス、ゲロリス、ゲロリス、かっこいい。かっこいいね。イケボじゃない？アニメっぽいね。うん、マジでイケボだよね、俺って。なんか声が、色気がすごい。いいじゃん、いいじゃん。かっこいいな。何百万ってみんな払ってその声をゲットしたもん。まあ1位だからね。うん、基本出たら1位だから。この前負けた。あと4分だね。負けたけどね。あと4分もうすぐで終わりますよ、イベントが、うん、やっと。次は狛江ね、準備して。うん、ありがとうね、2人付き合ってくれ。あと2分で終わるから。うん、狛江やって。え、狛江くんの枠で電話を待つってこと？そうそうそう。うん、あと来ないと思うけどな。まあかかってこないんだったら、まあ俺たちが帰った後に電話してくるんじゃない、きっと。狛江外部どっちにすんの？ふわでしょ。うん。うん。で、狛江もね、今、リスナー離れが深刻なんで、よかったら。そんなことない。俺に嘘ついたのか？うん。狛江、水素にごめんねって今、LINE 送ったらしい。そうなの？嘘でしょ？今、LINE してるの？してねえ。いいな、わからん。すっごい。まあ、とにかくそれはコメントにあるからね。何ごめんねって、どういうごめんね。送ってねって言ってるじゃん。お前チューしただけ。水素が言ってた、あっちがペラってるっていう。あ、男の子なんだ。これ使うか、お前このまま使っていいで。もう40秒だ。はい、やりなよ。いいよ、まだまだやって、やってよ早く。もう時間ないって、引き継がないと。みんなどこ行けばいいの？0時までやってる。ちょっと待って、ゼロワン君そこに。0時まで横になんないね、それ、お腹いっぱい。じゃあもうダメかも。何が？ダメかも。ダメかも、ね、選ってるよ。この人疲れるっしょ。違うよ、恋の病なんだって。どっち？恋の